それではですね、これから2級建築施工管理技師の実地試験のですね、最も大事な経験技術、ね、これについての各ポイント、ね、ここはこういうふうに書いてくるよと、ね、書けば落ちないよというね、そういうポイントを整理していきましょう。でね、行数はね、狭いんだよな。だけどね、国家試験っていうのは決められた枠の中に書けなかった人は、そういう人はね、採点されないんですよ。だからいくらいい文章書いても自分がはみ出るようなものはダメなの。絶対だからはみ出さないと、ね、それから空欄、できるだけ空欄をね、あっちゃいけない。だから14のところで空欄、少なくとも何か書いてないといけない、ね、ということで空欄がいけないことと、はみ出しちゃいけない、これがまず合格するための最低の守るべき義務なんです、受験者の。いいですね、ということで、はい、じゃあいきましょう。そうしますとですね、施工経験記述のですね、重要項目ちょっと見ていくとね、問題が設問1、設問2と2つに分かれてるんだな、ここら、設問1、設問2と。黒い書いてある設問1は、これは自分の種別、躯体の人は躯体を書かなきゃいけない。から、仕上げの人は仕上げを書かなきゃいけない。建築の人はどっち書いてもいい。ね、種別の人でね。だから、で、下の方は、2番目の方は、これは種別に関係ない、建築だろうが仕上げだろうが躯体だろうが、これは何書いてもいいと。ね、ということで2番目、1番目だけはきちっと自分の申し込んだ種別に応じたことを書かなければ通りませんよと、まずは、ね、これを守らないとね、ということは注意しよう。で、今年のポイント、もうズバリ、ね、施工計画と工程管理、これはしっかりやっていきましょうよと。これは少なくともやっていかなきゃいけないと、ね、この2つぐらいはやっぱりやっていきましょうよというのが今年のポイント。ね、そしてじゃあ具体的にね、今年おそらく今度この2つをですね、しっかりとこのやっていかなきゃいけないということで、もうちょっとこれについて具体的にはどう書くかというね、皆さんテキストも一応勉強されてると思うので、ちょっとどう書くかとちょっと見ていこうか。もうまず計画は10中8割ぐらい出るだろう。これしっかりやってほしい計画。じゃあどう書くんだ。で、計画はどんなものが出るんだ。まずな、出題はこういうんだ。施工計画の検討すべき事項、多少ここ文言変わってくるよ。この通りってわけないから。でもこれに近い、ほとんど近い、出てくるね。で、大体7つぐらい項目がある。この中から3つ選んで、自分が施工または作業の計画について検討したことを書いたり、資材を搬入したり荷上げする時の注意点をの計画をどういうことに注意してやったかということを書いたり、あるいは資材を保管する、置いとくな、そういう時にどうやって置いていた、どういう養生したんだってのことを書くもの。それから足場なんか、足場だとか、そういう作業道具だとか、そういうところね、墜落事故も多いからな。だからこれ出てる。だからそういう時の足場なんかの計画を立てる時にどんな点に注意したんだということだな。こういうこと。それからあとは施工中年、施工後の養生だ、工事で全部一応終わりましたと。で、終わった時に養生しなきゃいけないな、お客さんを渡すので。そういうどういう養生したんだ。だから合格かどうかという確かめなきゃいけないな。例えばタイルだったらさ、接着力試験して、お前確かに強度あったよとかさ、やんなきゃいけないな。それから仕上げだったら平面ちゃんと平坦性が保たれてますよという検査しなきゃいけない。そういう検査やるでしょ。そういう検査の方法と、いつやったんだ、ね、施工後こういう高校で7メートルにわたって凹凸がプラスマイナス3ミリであることを確認したとか、こうやるわけだよ。こういうのそういうのに検査したんだ。だからあとは他の工事の、これはまあいろんな種類があるね。例えば競合する、研究工事と電気工事が競合してた、もうそれを協議して何とかして、工程を組み合わせて、お互いに工程がならないようにうまくやりましたとかっていうことだな。工程の調整、これはね、という大体この7つの項目の中から自分の手書きやすいやつを、自分の経験からして書きやすいやつを3つ挙げなさい。よくね言うんだよ、仕上げの人は足場なんか俺なんかやらないから、ね、そんなことないでしょ。よく足場やってるんじゃないですか、内装の工事なんかね、あれなんか脚立なんかやってたものを、まあ、ローリングタワーみたいなの使えば能率よくできますよとか、そういう作業考え方でやればいいんだな。だから仕上げも具体は両方ともあるんだよ、これみんな、ね、ということで自分のやった経験のあることを3項目で挙げて書いていくというね、まあ、そんなところの注意が必要ですよ。でね、ポイントはどこかって言ったらここなんだよ。これ書くときに工程管理を意識するのか、だって施工管理だからな、これ試験が。だから
品質を保つことを考えてやってるのか、安全を考えて書いてるのか、環境保全を考えて書いてるのかということなんだよ。それ例えばさ、材料の搬入についてなんでしょ、例えば材料の搬入について言ったって、工程について書くのか、品質を守るために書くのか、安全を守るために書くのか、環境保全なのかと、これを焦点を絞って書いてる。だから例えば工程は遅れないようにトラッククレーンを使ってあげました。ただこれは工程を考えてるからちゃんと分かる。で、ね、例えば搬入する製品がですね、傷つかないように養生しながら運搬しましたと品質になるわけだ、こっちが。で、怪我しないように、クレーンの周りを全部片付けてからやりました、動線を確保しましたなんていうと、搬入だっても安全になるわけ、ね、で、こっちが誘導員を得て搬入するときに注意しましたであれば、これ環境になる。これ施工管理の何かについて着目して、私はこうやって搬入時に安全を守りました、搬入時に工程を守りました、搬入時に品質を守りました、第三者を守りました、こういう考え方で何をする、この資材搬入一つだっていろんな切り口がある。だから切り口って決まってんだよ。切り口はだから工程のことを書くのか、品質を書くのか、安全を書くのか、環境を書くのか、これは何でも構わないだからね。ということで、自分のそういう考え方で書くということが今年の重要な合否を決定する考え方なの。分かるね、ということです。28年の試験の問題は、一番最初に、ね、工事の概要の書き方と出てくる。工事名を書くとき、これはいいな、工事名だって自分の工事やったんだから、その使用書読みも書いてある工事で注意しないといけない。ここは建築工事であるということは分かるように書くんだよ。建築工事であるように設備工事かなんか分かんないの書いたらアウトだよ。だから観光地とかで書いたらアウトなの。だからこう建築工事であるかどうか、これがダメだったらもう不合格です。こうだから建築工事でなきゃいけない。まあ住所は必ず書くでしょ。だからあとここの、ここも大事だよ。ここにはみ出す人多いんだよ。はみ出す人、ここはみ出したらダメだよ。はみ出したら、ね、まずは用途だ、学校とか共同住宅とか図書館とかでしょ。それから構造 RC なのか SRC なのか木造なのか S 造なのかということで、ここそれから回数、それから面積、そしてその後主な外部の仕上げと、それから内部の内装だ、主な内装と主な外装全部書く必要ないね、はみ出ちゃうからということで、これだけは書かない、ここ注意しよう、ここだけは注意しよう。あとね、ここの監督の徳間違わないでくれよ。監督徳ね、これこう間違ったら不合格でアウトなんだよ。徳ってこう来るからな、監督と協議したとかって出てくる、書くときはここ、こう書いたらアウトなんですよ。これ不合格なんです。これ書いたら、これ点1個だけで来年まで受けてくださいっていうことで、ここ書いたらこれダメなんですね。ここないんで、まあそういう、それからね、主任って書くときにさ、こんな人がいるんだよ。主任って主人って書いてある。現場主任になっちゃう。読み方は一緒だけどさ、な、これはダメだよ。これ変えたら不合格よ。だから必ず任と書くんだとこっちね。だからここは工事管理とか施工管理だ。で、まあ不安な人はこっちに過去を書いて、何の管理であったかっていうことを、それは文章と対応するからね、書きたかったから書かなくてもいいです、これはね、ということで、書き方いい、ここのところしっかりだから、必ずここは正確に書けるように。それから試験のパターンはこういう形、今年ね、だからこういう7項目をさっき言ってあげたのが出てくるね。じゃあこれはどうやって書けるか、いこうかな。ちょっと例題見てみよう、ね、例題見ていこう。こういうふうに書けていく今年な。例えば具体的仕上げがあるからな。だからこっち側はこういう感じでいくのはな、こういう型枠とかさ、コンクリートとかさ、鉄筋とかさ、鉄骨とかって、こっちの方は大体躯体とか仕上げね、自分がこれに、だから建築なら建築、躯体なら躯体、丸入れなきゃダメかな、丸入れてなきゃ採点されないからな。で、自分の対応するところにちゃんと丸を入れて文章を書き始めるね、ということでこれ注意して、で、まあ工事名を書きなさいと書いてあるから、そしたら、あ、私やってるのは片方工事だったね。で、施工法、一番最初のこの施工法だ、ね、ここ施工法。二つ目は、例えばこれこう書いてあるから、これをここに入れるな。例えば三つ目だったら、これだったらこれここに入れる。で、見ていこう。じゃあまずこの方法を入れたと、片枠工事で方法を入れたと、じゃあどうなるかと、実施した事項だ、施工法何したのと、そしたら基礎地中張りの石板に金属製片枠を使用したと、金属製片枠を使用したね。なんで使ったのと、それを、そしたら木製型枠に比べて転用性が高く、転用性って分かるよね、何回も使い回しが効くということ、高くて
工程および品質の確保が容易にできるから、外す時も容易だしね、そういうようなことはできますよ。だから例えば資材の搬入または仮置きの方法、どちらにも搬入でもいいし仮置きする時でもいい。何したのっていうと、組み立て型枠を吊り込む前に安定させるために仮止めをしましたよ。普通のような鉄筋を組み上げたらそのまま入れたら崩れちゃうからね。だから補強鉄筋を入れて吊り上げて吊り込まなきゃいけないね。だからそういったような安定させるの仮止めをこう用いましたよ。なんでかと、それは吊り込む時に大きな圧力を受ける恐れがあるからね、形が崩れちゃうもんね、そのもということを書く。それから資材の養柱の方法、3つ目選んだとしたら、これ専用の移動式クレーンを用いて、組み立て型枠を搬入した。なんで養柱式クレーンの組み立て回転に時間がかかり工程が遅れるからね、移動式クレーンなら来てすぐその場その日だってすぐできちゃう、ね、終わったらすぐ帰っていけるね。そういうふうな工程上のだから都合上、そういう工程が遅れないために移動式クレーンを使うと、こういう書き方をすればいい。分かるね。こういうのを見ながらやれば、書けば、真似しながらやればできますよね。それからじゃあコンクリートだったらどうかというと、コンクリートの場合だと例えばこれもここだな、ここどうやって上げる、何項目上げてるかというとここだな、ここはこれを上げてるんだ、作業道具または足場どうやって書くかって、ここね、ここをここに対応してるね、この次もそうだ、これはこの下に対応してということで順番にこう書いてるので、書き方はどれを選ぶかは自分の、都合だ、3つだけ選べる、これもだから全部書くことないんで3つだけ選べるんで、自分の仕事を3つだけ選べるんだよ。まあ、コンクリートの場合だったらということだな、コンクリートの場合だったら例えばこれ選んだらどうした、コンクリート工事だったこれ書けるね、例えば何書くかというと、締め固め、コンクリートのね、締め固め作業を行う高い壁の中間部に足場を設けたね、高い壁、例えば5メートルぐらいの壁のところにコンクリートするね、足場を設けた、なんで壁コンクリートはさ5メートルと高くて中間部を締め固める必要があった、まあ、5メートル締め固めた、だから足場を作って順次締め固めていきましたよということだな。それから施工中または施工後の養生の方法ね、これは壁、柱、壁、それからスラブに散水養生した養生だ。でその理由はって、効率的な作業方法であって品質の確保が簡単できる、あるいは容易にできるからね、ということで、この辺のカラーとかな、この理由に対してカラー、ほらここついでしょ、必ず過去分で書くんだよ、ね、計画だからといって計画、じゃあ終わったものを書かない、経験記事なんだ、必ず下だよ、これみんな下、下、ここ下ね、ため、ため、ちゃんとこうね、そういうとこ注意しよう、最後のとこ行ったからということな。例えばこの試験または検査ね、コンクリートの受け入れ時スランプ、空気量、塩化物含有量の試験をした、なんでって言った、それは当然なことながら使用書に決められた管理試験の項目であったからやりました、こういう書く。じゃあ、今度ですね、例えば、まあ、仕上げの代表例としてですね、金属工事のですね、軽量鉄骨の、まあ、下地の問題についてやっていく、まあ、これも同じ方法について書いていくと、ダクトの支障により切断したノブ受けはですね、銅材を釣りボルトに溶接して、まあ、補強したと、切断したから補強したとね、それは実施したことです。なんでって言ったらね、高性能ですね、天井下地の剛性を保ち、天井の下がりや変形を防止するために補強しましたよということで、当然のことやったね。それから機材の搬入と仮置きの方法、例えば軽量鉄骨材料は乾燥した部屋のパレット状に平置きにした、なんで、この材料は湿潤変形などに防止するため、薄いからな、変形しやすいからね、まあ、そういう注意が必要ですよということだな。それから資材の養柱、これロングパスエレベーターを設置した、なんで、これ長いでしょみんな、メートル長い、だから長尺材料だためランナーや巣立ったの人長い材料が多いので搬入が容易になるからというんでこれを設置しました。まあごく普通のことを、現場で行われていることを素直に書けばいいと、こういうね。それからタイル工事、例えばこういうのはどうかというと、作業道具または足場の問題、タイルの室内の接着張りの施工の前にローリングタワーを用いた、なんで、内壁のタイルを施工するときは足場の移動が良いで、まあ、作業効率が良いからと、置いた、良いからね、施工中の養生後の養生方法で、薬物タイルは通常タイルと分けて保管したね、当然だなこれね。そしたら薬物タイルは角が立ち曲がったりしているために破損しやすいからと、ね、だから分けて保管しましたよ、ね、それから、試験または検査の方法と実施の問題、
だから施工後2週間以上経過してからタイルの接着力試験で引っ張り接着強度は 0.4 ニュートンパー平方メートル以上ミリメートル以上であることを確認した。これ試験やるわけね。でこれ以上であることを確認しなきゃいけないとなってね。それからなんでって言ったら設計図書に決められた確認試験だからと。ということはこう設計図書とか仕様書とかだからって試験は大体見ない。決まってるからやるんだよ。自分で進んで違うものをやることないから。あんたが使用書とか設計図書に基づいてやりましたと。こうやればいいんだ、ここのとこ理由は。これはだから、躯体とか仕上げ別にやる。設問の2は、これは躯体仕上げ、それから建築に区別に関係ない。もう 何人書いても構いません。どんな経験を書いてもいいですよ。いうわけね。だからこれは、建築も躯体も仕上げもどれでもいい。自分の丸だけつけてもいい。ね。同じ列に並んでるんで、好きなとこを入れておく。ただ丸を入れないとダメと。ここではどういう2番どういう問題出てくると今年どんな問題出てくるんだというと2番はですね、受験の種別に関わらずあなたの今日までの工事の経験に照らし事前に検討した計画や施工方法や作業手順や、作業員に周知するためにどんなことを考えるのか作業を伝えたいとね、労働者に伝えたい。その時に周知徹底するための方法とそれを確認する方法について書いてくれと。あなたが伝えたい職人さんに使いたいことの方法とそれをよく理解しているということが分かるような確認の方法について書いてくれる。その時にそれは何の講師でどういう作業面だったんだということを書いてくれと。こう言ってるな。ということで見てみると例えば躯体の場合にはね、コンクリートの締め固め作業だ。これ作業って書いてあるからな。だからちゃんと作業って書く。コンクリート工事のコンクリートの締め固め作業をするときにやりました。どんなことをあんたは監督指導したのと言ったら、これは朝礼で、ね、監督の業務だ。そしたら作業の分担ごとに作業標準って決まってんな。この作業はこういう手順でやるよ。バイブレーター60センチ間隔以内に入れてよとかね。だいたい5秒から15秒間振動させてそれから次打つってよって引き抜くときはゆっくり上げてとかそういう話をここでやるわけ。そしたらその作業標準を理解させるため道具を使って実際に身を見せながらやった。ぐーっとやってそれからこうゆっくり上げるんだよということでやったと。で確認はどうやってやるんだ。で確認はですね、自分が現場でですね、実際の現場で指揮し確認する。実際にいて立ち会って確認すると。こういうことだ。それで確認する。目視確認ね。じゃあ内装関係はどう。例えば、まあ、塗料、素地ごしらえ、まあ、これについて、こちらの、まあ、作業と書いてもいいですから、まあ、塗料ごしらえ。その時に指導どうやってやるかと。作業開始前に経験の浅いものにですね、熟練作業者による実際の手本をこう見せて作業方法を理解させると。ね、そういう教育関係な。そして確認の方法としては、要領書の内容に一人一人理解しているかどうか、常時巡回指導して、まあ、この建物水のですね施工後の表面の仕上げ状態を目視して確認する。目視して確認するね、これは指揮して確認するとか目視して確認する。確認方法ときたら必ず確認とこういうふうに答えるように確認したら確認答えるね答える、まあ、こういうふうにやっておけばよろしい。そうしますと品質はですね、ここは一緒なんだな、書くのは、ね要するに建築工事であること、場所が書いてあること、それから共同の住宅だとかというそのね、もの、それからSRC とか RC 像とかね、階数とか延べ面積ね、それから外壁と内壁、一緒だな、で監督と工事管理とかね、施工管理とかっていうわけで書いてある。まあ仕上げだって一緒でしょ、ねで。仕上げのところはちょっとですね、違うところはここね、こういうほら例えば防水工事で仕上げたらここにこう出てくるね。こっち側には外壁内壁あるんだけど、まあ、仕上げの面積がちゃんと防水の施工面積が出てくる。躯体の人は大体どちらかというと大体基本的な内容だけだな。こっち側だからもう一個特徴的な自分の仕上げの工事の施工量をここに示していくとこういうことなんだよね。そしてこれがないと具合があるんだな。この書くときにその品質管理だから品質やるときにこの防水の品質を書かないと関係ない品質ね、アルミサッシの品質書いても困るんだよね。ここに書いてあるものを書かなきゃいけないということな。その連動をちゃんとしてない人も結構いるんで適当にこう書いてあってこんなように何も書いてなくていきなり防水がどうだとそれはダメですよね。必ず仕上げの人は
こういうふうにここに防水の用途を書くんだったら、ただ建築の人は比較的いろんなものをやってるから影響ないけど、仕上げの人は特にこういうところの自分の仕上げ工事の量というところはポイントになってくる、気をつけてくださいね。ということでですね、この欄の書くのは特に注意するここぐらいで、あとは変わりませんね。すぐ書けるね。使用書見たら、契約書見たらすぐ書けるからね。そうすると品質の場合はですね、何書くのかというと、まず書く項目から見ていく。何書いたらいいんだというと、まずその工事名だな、当然だ。それから留意した点、それからもう一つはなぜそれに留意したとか理由、それから実際に何したのという、このね、この4つを書くと。例えばコンクリート工事なんか見てみると、作業名、これは書けるのね、自分の作業だから。コンクリート工事とか留意した点は何かって、コンクリートだから、これは密実なコンクリートの確保。密実ってことはね、水密性の高い、雨が降っても浸透しないと、そういう意味だな。密実のコンクリート、ジャンカーとかそんなないよと、そういうコンクリートのことを密実なという言葉を覚えなきゃね。そして留意した理由、なぜかジャンカーとか豆板などのコンクリートの空洞部が残るとね、耐久性能が低下するから、そんなあったら強度なくなっちゃうでしょ、低下するから。で実際何したのかって言ったら、内部振動機で60センチがで締め固め、引き抜きはゆっくりと延長方向にやるようにしましたよと、そういう基準の作業をしましたよ、基準を守りましたよと、これやればいいわけ。品質だから。鉄筋工事の場合は、例えば鉄筋工事と書いてガスアセスの品質確保で、鉄筋の継ぎ手部の品質が低下していると構造部材の構造体力が低下するから、まあ、これもいいね。実際何したのってね、不良継ぎ手を防止するために技能の優秀な資格を有する技能者を、まあ、選任して、所定の抜き取る検査で品質を確認しましたよ、ね、やった検査を品質検査で品質が OK だったことを確認した、実際このとだから品質を守られたよ、こういうことね。それから、あ、こっちは鉄筋だね。鉄骨の場合、例の場合ね、鉄骨の例だと、鉄骨だとボルトのですね、この締め付けの品質、これを確保についてやりました。でこうなんでそんなことやったのって言ったら、抗力ボルトの締め付け品質は構造の強度に直接関係するため、ね、施工の締め付けトルクを確保する必要があったから、ね、で実際何したのって言ったら、ボルト1群ごとに共回りをしていないことを全数確認後2度でもし、直ちにトルクのトルク値を確認しました。なんかそういう品質に関することをここに記録して書いておけばいいと。仕上げの方も同じことで、例えば仕上げ工事のタイル工事の中だと、タイルのですね、壁張り工法のモルタル活用時間の確認留意したんですね。なんでかというと、モルタルの塗り後時間が経つと流動化が低下して、タイルと下地との接着性が低下するからね。実際行ったことは、モルタルは機械塗りとし密着割りであったので、1回分の貼り付けの必要な量を30分以内で貼り終えるような量としましたよ。ということで、まあ、日頃やってることを言ったよ、これな、書けばいいと。ね、だから例えば塗装工事なんかだと、塗装工事と書いて、塗膜の膨れ防止による、塗膜品質を確保に留意したと。で、なんでって言ったら、塗膜下地の乾燥が不十分の時には、塗装膨らみを生じる原因となるので、下地を乾燥させる必要があったから。じゃあ、どうやって確認したんだということだな。コンクリート下地の含水率を高周波表面性分水計でもって、この水分率は大体、まあ、10% 厳しいな、10% 以下をまあ確認して掃除ごしらえとしたということで、これで確認しましたよね。 8% とか 10% とかで確認しましたと、こうなるね。だから例えば内装工事なら内装工事と書いて、ビルトクシートの継ぎ手部の平坦性の確保ということで、これなぜかというと、ビルトクシートの熱溶接はビードをですね、継ぎ目して盛り上げることなんだ。でビードのですね、冷却後に削り取ると、この完成後で突合ができるんだな。だからで十分に冷却してから削り取らないと平滑にならない。あったかいうちに削り取っちゃうと冷めたらへっこんじゃうね。まあそういうようなことで、そうなるからと。実際行ったことは、ビニールトコシートの仕上げの溶着ビートが完全に冷却した後に、まあ、平滑に削り取ったと、まあ、当たり前のことなんだけど、まあ、そういう当たり前のことを日本語できちっと主語述語になるように書いて、理由は何やらだからとかな、こういうとこをきちっと押さえるということだな。抑えるということ、こういうところね、しっかりと円やるだから、まあ、こういうことをしっかり押さえながら書けばいいんじゃないかと。はい、それから今度はですね、設問に、これは躯体でも仕上げでも建築でも何でもいいわけですね。これは区別がないわけですし、ここに書いてあるように、
受験手術に関わらずあなたの今までの経験ということで、品質の良いものを作るための品質管理の方法とそれが良い方法だという理由を2つ、書いてほしい、ね。品質方法とその方法はなぜいいのかということを書いてくれると、こういうことな。やっぱこうしてね、1つあります。そしたら、2つあって、品質管理の方法として設計図書に示された設計品質を確保するために品質管理体制だな、体制を確認してこれを講習ごとに実施して施工の品質を確保する。理由はというと、品質管理体制に基づき管理手段を講習ごとに確認することで施工の品質が実現でき、発注者の求める設計品質が確保できるからですね。それから鉄筋の場合だと、鉄筋の組み立て検査では鉄筋の加工精度と鉄筋の組み立て精度確認表を、確認表を作ってスケール等のですね、ツールで実測をして精度を管理すると。なんでかというと、かぶりやすさとか鉄筋間隔、継ぎ手位置などを測定して精度管理表に記入して管理値と比較しながら、組み立て精度が漏れなく確認できるか、漏れなく確認できるか、日頃やってることをこういうふうに項目を上げて書けば別にすぐできますよということだな。だから結局品質管理っていうのは精度を確保するということだ。最終的にこういうふうな品質も、設計者、要するに基準をに満たしてますよとか、精度を確保しましたよとか、そういうことを最終的に書くのが狙いだな。いつもそういうことを意識しながら工事してくれと、こういうことだね。はい、それではですね、今度は工程管理ね、これを書き方に見てみましょう。ここはですね、一緒ですね。このところのほら、建築工事あるんでね、そして住所書いてある。共同住宅で、鉄骨造でこうやって延べ面積が書いてあって、外壁と内装が書いてあるとね。そしてこれ書いて字も間違ってない、 OKOK とこういうふうに来るんですね。内装なんかの場合だと、こういうような床張りとか石膏ボード張りとかね、詳しくここにある程度書いていかなきゃ。でこの工事を説明書を書いていくと、こういうことですね。躯体の場合は別に基準通りに書いておけば問題ないんですけど、仕上げのところは書くべきものをちゃんとここに項目に上げておかなきゃいけないって、ちょっと違うんだな。工程ですから、工程を変化させるためには何から何に変えたんだと、そのことによって工程が省力化されたり時間が短縮したんだと、こう書くわけだな、ということです。例えば、山止め工事だとすれば、山止めが水平切り張り工法から地盤安化工法に変更したと。水平切り張りっていいのわかるな。こういう板を打って腹起こしをつけて、こういう切り張りをつける、こういうやつだな。それに対して安化っていうのはこうね、こっち側崖なんかになってて、これをこうやってこっち側で安化で止めると。そしたらこっち側もう相手いないわけだな。非常に空間が広い、これ安化工法だな。ということで水平切り張りから地盤安化工法に変更したと。で、工程確保となる理由は何ですか。これ切り張りがないから、こう大体ね、作業空間が広く、掘削土の搬出の工程が短縮できるから、簡単にこうね、上げるのは大変ですよね、切り張り邪魔になって。だけどこれは何もないから、もうすぐ運搬できる。例えば防水工事ということであれば、アスファルト防水工法からシート防水工法に変更した。だからアスファルト防水からシート防水変更したらどうなるかと、これ火を使わないからな、シート防水はな、作業工程が少なくて工程が短縮できる、簡単に書くですね。タイル工事だったらタイル張りの工法をですね、磁気タイル片枠酒漬けに変更したとね。だからタイル張りの工程、現場でタイル張る工程が省力化される、いらないね、これもう貼ってあるんだからね、工程が短縮できるからということで書く。例えば基礎張りについて言えば、構成の片枠をラス片枠とした、うちこれ捨て方だな、捨て片枠だな、これだったら外さなきゃいけない、これ外さなくていい。だから片枠の脱臼の工程が省力化できる、あるいは短縮できるからと、これね。だから鉄筋の継ぎ手で言えば、鉄筋の継ぎ手工事はガス圧接継ぎ手を機械継ぎ手とした。これは機械継ぎ手だと悪天候でも、ね、作業できるため、工程がいつでも確保できる、雨降ったら作業できないからね、これはね。コンクリート工事で言えば、高流動コンクリートを施工したと。なんでって言ったら、これ振動とか締め固めという、そういう工程が省略で直し込んだ終わりだから、充填ができるから、こういうようなことを書けばいい。2番は講習別に関わらずだな、受験手術に関わらず、あなたは今日までの建築工事の経験に照らして工期を短縮する方法と
短縮できる理由、それから講習名、それによって派生する効果、あるいは逆に問題点が出てくる、そうしたことによってについて書いてほしいんだ、ね。まあ、例に言ってみましょう。例えば、山止め工事であれば、工期短縮の、これね、水平切り割り工事盤がさっきと同じだな、変更した切り割りないで広い空間で掘削埋め戻し作業連続作業できるからね、どうかというと臨時との調整が必要であったら工期は短縮できる、ね。要するにほら、アンカーを打ち込むからさ、隣の臨時に入っちゃうからアンカーだから、それは調整しなきゃいけないね。でだけど実際上工期は短縮できるということで、これ効果と問題点2つ書いてる。両方書かなくていいと、問題点もしくは効果を書く、またはって書いてるからな。で例えば鉄筋工事ね、鉄筋工事のですね、現場加工組み立てをヤード加工の組み立てとして一括吊り込む方式とした。だから現場で固く一個ずつ組むんじゃなくて、ヤード全部組み終わったやつを吊り込んで接続だけ、それを一括吊り込む方式としたね、ということです。なんで短縮できるかというと、ヤード各針を事前に、ね、加工を組み立てることによって鉄筋の現場の組み立て加工を省略できるか、工程を省略できるか、工程省略化できるかね。で効果はどうかというと、吊り込み用の移動式クレーンを必要としたけれども、まあ、工期を大幅に短縮することができた、まあ、こういうことな。これは効果と問題と、ね、金かかりますよ、移動式クレーン借りるだけど早く終わったと。それから例えば屋上防水工事であれば、アスファルト防水を合成高分子系のルーフィングシートに防水に変更だな。そしてなんでかという理由は、加熱時加熱する手間は省略化されて、施工が単純化で能率的で向上するからと、ね。で効果は火を使わないために悪臭が発生せず環境が保全されたからと、そういうことでいい点で書いてるんだな。それから外壁タイル工事では、切り物タイルの使用を道幅を調整することで規格タイルを使用することにしたと、ね。どれかというと、タイルの切断の手間を省略化することができたからと、ね。規格タイルを使用することで品質が向上し、目地の施工が容易となり、工期も短縮できる、発生する効果、ね。まあ、大体これはこういうような書き方をしておけば、要するに工程は何から何に変えたから良くなったよということを書けばいいと。ポイントはだから、そんな比較的工程が出た時は楽ですね、何に作業から何に変えたってやればいいね、ということで、ではこれでですね、皆さんしっかりと書いて、どうしても書けない方は東方に送っていただければですね、合否判定を差し上げたいと思います。よろしくお願いします。で頑張って書いてください。ではこれで終わります。